宇佐美さんがよく行くチェーン店どこでしたか？鳥貴族です。コスパいいですし、一人で満パンお腹いっぱい食べても4000円とかお酒飲みながら食べても。名古屋の鳥貴族もひょっとして出没してらっしゃいます？結構、はい、わりかし行ってます。あら、しゃキッチンに面してるカウンターの席があるので行きやすいです。好きなメニューは、はい、僕はでも貴族焼きの胸スパイス桃塩あと皮の塩せせりつくねチーズタレ鶏天あとはなんかタコワサとか味玉でしたっけ。出てきますねメニューが決まってますよ頼む。あとお酒は適当になんかその時飲みたい気分。お酒はどんな感じ？一杯目生行ってあとでもレモンサワー行ったりあとジンソーダ飲んだり。鳥貴族は宇佐美選手にとってどんな存在ですか？一人を満喫できる場所。鳥貴族大好き語ってましたね、はい、全品370円、コスパ最強居酒屋鳥貴族。改めてです、1985年大阪で創業しました。有名ですがスーパーエイト大倉忠義さんのお父様が創業者。全国におよそ600店舗を展開していまして、 LINE リサーチ調べ一番好きなチェーン店の居酒屋堂々の第1位でした。そしてこちらです、我々が勝手に名付けました宇佐美セット。こういうセットは鳥貴族にはないんですが、胸貴族焼きスパイスからその他もろもろタコわさび味付け煮卵までのこの8品をよく頼むということだったんですよね。そしてこんなランキングもご紹介しましょう。はい、焼き鳥部門の人気ランキングなんですが、つくねチーズ焼きと9位のお桃を貴族焼き塩は宇佐美セットの中からも選ばれていたということなんですが、好きなんでしょ山内さんも。私月一で行ってます。来週も行きます。そうですか、はい、好きすぎて、はい、なぜかモニターにもたれかかったもんね。もうちょっと吸い寄せられちゃいました。おすすめいっぱいありますよ。よく食べてる、はい、もう1位の桃貴族焼きタレも美味しいし、はいはい、つくねチーズ焼きでしょ、行くハート塩、あもう食べる、みたれ桃貴族焼きハートタレ皮タレ桃貴族焼きつくねタレは行きますね。全部行くんだ。砂ずりだけまだ行ったことない。これだけ行ったことない。次行きます、はあ、はい、好きなメニューがある、こちらご覧ください。これ大好きなんですよ私。ふんわり甘いもの鉄板焼き、これね視聴者の皆さん多分うんうんって言ってると思います。焼き鳥じゃないよ。あ、若狭さん、うん、若狭さん食べたことないですか？私鳥貴族数回しか行ったことなくて。ダメです。数回しか行ったことなかったらもうダメなんだ。もうぜひふんわり甘いも食べてほしい。これ大好き。私最初にこれ食べて締めもこれ2回頼みます。鳥貴族に山芋食べに行くと言っても過言ではない。はい、そうなんですね、うん、はい、鳥貴族大好きな宇佐美選手でした。